おはようございます。情熱文具です。今日も朝のノートタイムをやっていこうと思うんですけど、いつもモーニングページを毎朝起きてすぐに書くんだけど、今日はこの後にねちょっと時間がかかるやりたいことがあって、ノートで。そうだからモーニングページはちょっと省こうかなと思います。はい。ただオラクルカードをもう毎朝引いててね、私カードを引くんですけど、それだけはやりたい。うん、それだけはやります。はい。で今日使うのがこのグッドタロットオラクルカードっていうカードで、で私オラクルカードは2種類を使ってるんですよ。で毎朝違う方を引くっていうか、昨日はこっちこのスピリットアニマルオラクルカードっていうカードを引いたんで、今日はこっちのグッドタロットオラクルカードを使おうかなっていう感じ。毎朝ね、そう交互に使ってます。でこのグッドタロットオラクルカードは割とね最近買ったんですよ。買ったの最近なんですけど、だからまあそんなにバリバリは使ってない感じなんだけど、このねオラクルカードをねちょっと気に入ってしまった。っていうのもオラクルカードって結構絵柄がリアルなやつとかもが多いんですよ。そう、もともとその私の、まあ、勝手な好みなんですけど、私あんまりリアルなやつはそんなに好きじゃなくて、絵画っぽいっていうか、なんかちょっとイラストっぽさもあったりとか、可愛い雰囲気かつ神秘的でみたいな、なんかそういうカードのねそのイラストが好きで、これはヒットでしたね。そう、ちょうど全部私が欲しいと思ってる要素を兼ね備えてるカードで、あもう買ってよかったみたいな感じで、今はすごいこれを使ってる。うん。じゃあ今日もとりあえずカードだけ引こうかな。うん。もうこれをねもうてか引いて、まあ、お守りみたいな感じに持ってるっていう感じなんですけど、楽しいんですよね引くのが。本題いよいよで、今日やりたいのが、いつもその新しい月が始まる前にチッタ手帳のやりたいことリスト一気に書くんですよね。それを今日はやりたいと思います。1ページを半分に分けるやり方が結構好きで、この左側にやりたいことを書いて、右側にはなんかなんでそれがやりたいのかみたいな理由を書くっていうことをもうずっとやってますよね。でこの理由を書くと、あそうだこれをこういうことでやりたかったんだっていうのがこう感じられると、割となんていうの、重い腰が上がりやすいからだからまあ理由はセットで書くようにしてますっていう感じです。うん。今日できるだけ、まあ、15分ぐらいで書けるだけ書いていこうかなと思います。せっかくだからちょっと私のやりたいことをいくつかここでちょっと紹介しますね。まずプロクリエイトっていう iPad のアプリをダウンロードしたいんですよね。でこれは私手書きの文字がめっちゃ好きで、自分で書くのも好きなんですけど、そういうのをなんかデジタルでもちょっとやりたいなと思って、なんかそれができたらほら動画編集とかにも使えるかなっていうのもあるし、楽しそうだからそれでねいいなと思って、このプロクリエイトっていうのをダウンロードしたい。はい。でもう一つはロルバーンがね欲しいのがあるんですよ。なんか昨日ツイッター見てたら限定ロルバーンが発売されるみたいな、札幌のステラプレイスっていうところ店舗限定のロルバーンが出るっていうお知らせが載ってて、それがめっちゃ可愛くって、もうこれはツボやと思ってこれが欲しい。ただ実はこのロルバーンを私もうすでに今年めっちゃ買ってるんですよね。すでにロルバーンダイアリー、スケジュール帳みたいなやつが前についてるやつもうこんだけ買ってるし、だからなんかこううかつに増やすのはなと思うんだけど、これはちょっと可愛いなと思って欲しいってなっちゃってますね。そうで、それが一つでしょ。うん。
で、あともう一個あるのさ、もう一個はハーゲンダッツの新作。私ハーゲンダッツが好きなんですよね。前なんか動画でも言ったことあるんだけど、たまになんかこう新作が出るじゃないですか。でそれで美味しそうだなみたいなやつが出たらもう買うって決めてるんだけど、今回久々にちょっといいなと思ったのが出そうなんですよ。あのカスタードプリン味みたいなやつで、そう、それは食べたいね。っていうのがあります。はい、というわけで、まあちょっとてかね、もうこれ以上出ないや、このワクワクリスト。今これさ大変なんですよね。結構50個出すって結構難しい、本当に。それ毎回書いてて思うけど、うん、今日も29個かけた今とりあえず。で、まだ2月が残ってるから、まだね、3月までまだちょっとあるから、あとまあ3日間ぐらいかけて全部で50個やりたい理由も含めて書いていこうと思います。とりあえずまあ今日はこんな感じにしとこうかなと。はい、今日のノートタイムはこれで終わります。